マシュマロキスみたいな甘いときめきストーリー、今すぐに聞かせてほしい君と It's Donkey and Starting Goあの頃の私はまだ若くて賢明ではなかったわね。いくつものことを追いかけて、失った後に何が一番大切だったのか気づいたもの。家族が一番だったのですか？そうね、私にとってのお菓子は息子が笑顔になってくれるものだった。私が作っているお菓子は幼い息子が美味しいと褒めてくれた味なのよ。今も作り続けているのはいつかまた息子が食べて喜んでくれるかもしれないと思って、そういう未練なのよ。夫が他界したことは共通の知人から聞いたわ。息子は元気にしているとも聞いたけれど、幼い日に置き去りにした母親ではね。でも、もう一度会いたいんですよね。それは子息もきっと母様に会いたいと思っているはず。今はどうかしら。そうなのかもしれないわね。でもあの時私はそんな当たり前の子供の気持ちを汲んであげることができなかった。愛する息子の気持ちを彼の身になって考えてあげることができなかった。母親として当たり前のことをしてあげることが私にはできなかった。そんな私が今さら会いたいだなんて、息子にとっては迷惑でしょ。
こと。きっとご子息も。そうですよ、パティシエール。息子ももう子供ではないから、今になって私と会っても困るでしょ。あの時はもう戻ってこない。若かった私も、幼かった息子も、もういない。年を取ってからようやく息子の気持ちを考えることができるようになったなんてね。になろうと、私は母様と会いたいと思っています。歳なんて関係ないと思います、パティシエール。私もです。パティシエールがいなかったら今頃は。そうね、フレーズには出会えなかったかもしれない。私もこんな素敵なお店が失敗だったなんて思えません。だってあんなにも大勢のお客さんが笑顔になっていたじゃありませんか。ありがたいことにね。私にとって都合のいい空想ではなくて、私もお兄さんと同じように思います、パティシエール。私のことを思いやってくれてありがとう。もうすっかり終わったことだと諦めていたけれど、もう一度考えてみるわね。いいえ、いつかは話しておいた方がいいと思っていたから。あなたは道を間違えないと思うわ、箇所。今の箇所にはパティシエとしての実力だけじゃなく、とても大切なものが身についているもの。そうね、ここで働いていた頃には欠けていたかもしれないわね。きっとあなたの周りにいる方々によって育まれたのでしょう。
今のあなたにならきっとできるわ。気をつけて帰りなさい、カシオ。しぐれ、来てくれて本当に嬉しかったわ。私もすごく貴重な経験をさせていただき、とても楽しかったです。お兄さん、いろいろとありがとうございました。私は何もしていないわ。でもいくらかマシな顔になったわね。ありがとう、カシオ。あなたこそ無理しすぎないように。周りに心配をかけてはダメよ。絶対にまた来ます。
しみにしているわ。はい、はい、また様のケーキを食べに来ます。ありがとう、しぐれ。フレーズは素敵な猫でしたね。日本に来てくれたらいいのですが。きっとうちの猫たちとも仲良くなれると思います。引かないようにしてください、兄様。もちろんです、兄様。ご迷惑をおかけしません。同じ飛行機です。休めるのは3日間です。なるべく長くフランスに滞在しようと思ったらスケジュールは限られます。クリスマスが近いため、もう予約可能な便は少ないですから。簡単な推理ですよ、兄様。女性は身だしなみに小道具がいっぱい必要なのです。あとこのドレスと和服とで同じ靴同じ下着というわけにはいきませんし、部屋着も必要でしたし、フランスの宅配便の使い方は調べていませんでしたので、それは困ります。私も兄様はとっても優しくて素敵です。でも以前なら私の言葉を待つことなく、重そうだから持ってあげるよと言うかと思います。それはそれでとても嬉しいことですし、私は感謝したと思いますが、でも今の兄様は私に判断を任せてくれました。きっと自覚はないのでしょう。ちょっとした変化です。兄様マニアの私でなければ見逃してしまいますわ。ここ数日のことだけでなく、
きっとこれまでの日々の積み重ねが兄様を変えたのでしょうね。学びはありましたか？え、みんなを笑顔にって。そんな言葉だけなんてこと。兄様が洋菓子を作っている理由なんですか？もしかしたらそういう気持ちはあるのかもしれません。でも兄様が洋菓子を作り始めた時はまだ父様と対立していなかったはずです。父様に認められたいだけなら、猫たちを喜ばせるためにケーキを作る必要はなかったと思います。お客さんに認めてもらうために頑張るのはお店をやっている以上は当然のことだと思いますが、兄様は対抗心だけでお菓子を作っているわけじゃないです。そのことは私がよく知っています。猫たちに喜んでもらえた時の兄様の笑顔、どこに父様への反抗心があるというのですか？父様に認めさせたい気持ちがあると兄様が言うのならきっとあるのでしょう。でもみんなを笑顔にするお菓子をという気持ちも間違いなくあるはずです。どちらも兄様で、私はそんな兄様が大好きです。すべてベニエさんのご子息は、ママはお日様みたいだねと言ったそうですね。私にとっては兄様こそがお日様です。みんなを笑顔にする素敵な方です。そうかもしれません。兄様、もったいないお言葉です。
ワクワク。